フィルム一眼レフカメラキャノン AE-1 は1976年に発売されました。当時では高価であった AE 機能を備えたカメラを低価格で発売して爆発的な人気を博しました。今回はこのキャノン AE-1 の使い方と作例をご紹介していきます。まずキャノン AE-1 のスペックです。カメラ形式は 35mm 一眼レフカメラ、シャッター速度はバルブ、そして2秒から1000分の1秒まで。 AE 機能はシャッター優先 AE を搭載しています。使用電池は 4LR44 という電池を1つ使用します。レンズマウントはキャノン FD マウントです。はい、ではここからはこのキャノン AE-1 の使い方を解説していきたいと思います。このカメラは電池が必要になります。このロゴの下の方に電池を入れるところがあるので、ここに 4LR44 という電池を入れて使用します。そして電源ボタンですね。電源ボタンがこのシャッターボタンのところにあります。ちょっと分かりづらいんですが、まず L と書かれたところ、ここにセットすると電源オフの状態ですね。で、次にこの A と書かれたところが電源オンになります。通常撮影するときはここの A のところにセットします。そして奥側 S と書かれたところがあるんですが、ここがセルフタイマーモードですね。ここにセットするとセルフタイマーで撮影することができます。そしてシャッターボタンの右側にシャッタースピードダイヤルがあります。ここでシャッター速度を変えていきます。で、絞りはレンズのところについています。絞りリングがついているので、ここで F 値を変更していきます。で、あと絞りリングの上にはこのピントリングがついています。ここでピントを合わせていきます。このキャノン AE-1 はシャッター優先モードというモードを備えています。そのモードをどうやって使うかというと、まずレンズのこの F 値のとこですね、もう絞りリングを緑の丸の位置に設定していきます。で、これ FD レンズは旧型と新型の2種類が存在します。で、旧型ではこの緑の丸なんですけど、新型の FD レンズでは A と書かれたところですね、そこにセットしていきます。で、これ普通に回すとセットできないんですけど、この緑の丸の上にシルバーのボタンがあるので、ここを押しながら回します。そうすると緑のところに、こうですね、ここに設定できます。で、この状態でシャッター優先モードが発動するようになります。で、シャッタースピードを変更して、シャッタースピードは手動で変更して、絞りは F 値ですね、 F 値はこのカメラが自動で決定してくれるっていう、そういうモードです。で、ファインダーの中の表示なんですが、右側に絞りの値が表示されています。で、今の露出だったらどの数値の絞りで撮影できるかっていうのを、このファインダーの中で示してくれてるんですね。もっと絞って撮りたい時とか、あと開放で絞りを開放にして撮りたい時とかは、ここを見ながらシャッタースピードを変更していくっていう形で撮影していきます。それではフィルムの入れ方ですね。フィルムの入れ方は左上部に巻き戻しクランクという、部分があるので、ここを起こしてこれを引っ張ります。で、ちょっと上がった状態になりますね。この状態からまださらに引っ張ると
裏蓋が開きます。で、この状態でフィルムを入れていきます。 35mm フィルムですね。これを入れて、で、この、起こした巻き戻しクランクを下に下げます。で、カチッというまで下げてください。で、フィルムの先端をこの状態から引っ張ります。で、右側にスプールと呼ばれるものがあるので、こうですね、ここの隙間に差し込んでいきます。で、差し込んでちょっと押さえて、この巻き上げレバーで巻き上げます。で、こういう感じで、フィルムがこのスプールに絡んだ状態になります。これで一回シャッターを押します。で、もう一回巻き上げて、で、このフィルムの穴とこのカメラについている突起ですね、ここが合わさるようにしてください。で、この状態で裏蓋を閉めます。で、もう一回シャッターを切ります。で、ここの枚数カウンターがシャッターボタンの下にあります。ここが1に来るように、1の数字のとこに来るように巻き上げてシャッターを切っていきます。こうなるともう撮影スタンバイは OK になります。まずフィルムを入れ終わったら設定する箇所があります。このシャッタースピードダイヤルのところに ASA と書かれた数値を変更できるダイヤルがあります。入れたフィルムの ISO 感度をここで設定していきます。で、このシャッター速度ダイヤルのこの側面のシルバーの部分ですね、ここを掴んで上に上げます。その状態で回すと、この ASA と書かれた数値を変更することができます。ここのダイヤルを回して入れたフィルムの ISO 感度を設定します。フィルムを全部取り終わったら、この巻き上げレバーがもう回らなくなるので、そうなったらフィルムを巻き戻していきます。フィルムを巻き戻す方法なんですが、このカメラの底に小さいボタンがあります。ここを一回押します。そうすると引っ込むので、こういう状態になったら、左上部、上部の左にある巻き戻しクランクをまた起こして、この矢印が書かれてるんですね。この矢印の方向に回していきます。まあ、時計回りですね。しばらく巻いていくと、途中でカチッという音がして動作が軽くなります。そうなったらもう巻き戻しが終わってるというサインです。この巻き戻しクランクをまた上に引っ張って裏蓋を開きます。